フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群は20世紀に活躍したアメリカの建築家フランク・ロイド・ライトが手掛けた8つの建築作品を対象とするアメリカ合衆国の世界遺産である。登録された遺産はすべてアメリカ合衆国内にある。ユニティ・テンプルはライトが1889年から1909年にかけて暮らしていた町の西にある。 シカゴ郊外のオークパークに建造された。5番目上の町割の角地にあたる場所に位置し、メインロードの一つに面している。オークパークのユニテリアン・ユニバーサリスト・コングリゲーションのために建てられた。ライトは内外装とともに内部すべての照明と家具も設計した。シカゴ南部のシカゴ大学キャンパスの角にあたる部分に立つ。 ライトなどが20世紀初頭に開発した草原様式で開かれたリビングルームとセーラーや貯蔵庫空間が非常に少ないことが特徴。ライトの母親一族所有の土地の上にライトの住居圏スタジオとして建てられた。タリアセンウエストが建てられた後は夏のスタジオとして機能した。現在は建設当初の姿ではなく2度の火災により大きく改装がなされている。 ハリウッドの東の端、オリーブフィルの頂上に立つ。世界遺産に登録された建築物この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。今回の登録は1994年にユネスコが示した、世界遺産不均衡是正の指針、世界遺産リストの代表性、均衡性、信用性のためのグローバルストラテジーに掲げられた。 一つである20世紀の建築物の登録推進によるものであるが建築家個人の業績や人間性を検証するものではなくあくまで世界遺産に求められる顕著な普遍的価値があることを前提に連続的に多様展開するライトの空間や鋼鉄、コンクリートといった新素材の使用などを個人宅に採用する現代建築の講師として評価した結果としての 代表作戦であるという位置づけである。ユネスコ世界遺産センターに提出した推薦書には将来の拡張登録候補として6件の建築物が記載されており、その中には日本の旧山村邸も含まれている。ライトが提唱した有機的建築は浮世絵や折り紙、自然と人間の共生といった日本文化の影響を受けているとされることが知られているが、 ライト作品と日本文化との関係の証明が山村邸登録の要件となる。また、足市の住宅街にあって、干渉地帯の設定や登録後に観光客が退去を仕掛けることで完成な住環境が侵される、観光郊外への対策が図られなければご当地の理解と協力が得られない。20世紀の特定の建築家の名を冠した世界遺産には次のものがある。 また名は関していないものの20世紀の建築家の手による世界遺産は次の通りである。ありがとうございます。